簡単にご説明させていただきます。ワンミニットプロジェクションマッピングはここ小田原城で8回目を迎えるアジア最大級のプロジェクションマッピングの国際大会です。2012年に逗子市で始まり、その後新潟市歴史博物館ミラトピア、長崎県のハウステンボス、宮崎県立美術館で開催してまいりました。今回毎回テーマが決められておりまして、今回この小田原城大会のテーマは夢。そして大会名のマグニットにもありますように、全ての作品が1分から1分59秒までの映像に包まれるコンペティションです。今回はなんと大会史上最多となる43の国と地域から177ものエントリーをいただきました。世界中から注目を集めています。本日はその中からファイナリストに残りました20作品、そして全大会のグランプリ、さらにフランスからゲストクリエイターをお呼びし招待作品も上映いたします。本日は写真も動画も自由に撮っていただいて結構です。そしてぜひ SNS にハッシュタグワンミニット DM もしくは小田原プロジェクションマッピングなど、ハッシュタグですワンミニット PM は英語で1MINUTEPM ですね。そうしたハッシュタグをつけてぜひ投稿してください。今日ここに来られなかった皆様のお友達と一緒に楽しんでいただけたらと思います。さてその撮影の際に一つお願いです。フラッシュを使っての撮影は上映の妨げとなりますので、フラッシュの設定をオフにしてください。実はプロジェクションマッピングはフラッシュを使わない方が綺麗に映ります。そしてあさって9月22日にはゲスト審査員をお呼びして公開審査会が行われ、グランプリ、準グランプリが決まります。そしてなんとここにいる皆さんも実は審査員の一員なんです。オーディエンス賞という賞が設けられていまして、本日ご来場の皆様にも投票に参加いただけます。会場内左右に投票所が設けられていますので、ぜひお立ち寄りください。お気に入りの作品を見つけていってくださいね。それではお待たせいたしました、ワンミニットプロジェクションマッピング in 小田原城の作品を上映いたします。ファイナリスト20作品を全体で3回に分けて上映いたします。まずは7作品をお楽しみください。どうぞ。
品をご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。同じ一つの夢というテーマなんですが、様々な作品を見ることができました。さあ皆さんも審査員の一員ですので、